3月4日、文京東京の文京シビックホールのショーホールに来ております。本日は、中国の抗日記念館から不当写真を撤去せよというメインタイトルで反日記念館出版記念会がの講演会がただいまより行われます。ただいまから反日記念館出版記念集会、中国の抗日記念館から不当な写真を撤去せよと題打ちまして集会を開会いたします。まずはじめに主催者を代表いたしまして、国民運動を推進しております中国の抗日記念館から不当な写真の撤去を求める国民の会会長荒健一より一言ご挨拶申し上げます。一昨年国会の先生方によって反日記念館から不当な写真を撤去させる会議員の会が生まれまして、早速先生方が政府中国さまざまな方向に働きかけたところ、3枚の写真が南京の記念館から撤去されました。これはこれまで多くの評論家が主張してきたんですけど、全然中国は振り向きもせず関心も見せず、そういうことだったんですけど、先生方が動くことによってそれが実現されました。それを記念しまして、昨年9月18日国会の議員会館の中でシンポジウムを開きました。すごくいい内容で多くの方に知ってもらいたいと思いまして、それを一冊の本にしました。今日はその集会です。この集会に集まりちなみまして、先生方にお集まりいただきまして、もう一度この反日記念館をどういうふうに考えているのか、そういうお話をしていただきます。カンボジアだとかベトナムという国は橋が日本の以上でできる、道路が一本できる、そうすると記念切手まで出してこれは日本の援助でできた、明記しているわけであります。私もいろいろ調べました。中国では一切教えておりません。合作という言葉で教えています。日本の援助じゃなくて合わせて作ると書いて合作という形でできている。そう教えられた中国人は合作だから中国人も当然お金を出して作った、日本の援助なんていうのはここから先彼らは知らないわけであります。日本人は人がいいといえばその通りかもしれませんけれども、日本がやってきた ODA 政府開発援助っていうのはそういう形で進んでいるということ、これは我々日本人がもっともっと明記しなければならないことだと思っています。そして何のために国費がそういう形で中国に行っているか、それに関して全く感謝されてない。しかも200箇所を超える、我々は抗日記念館だとか反日記念館と言ってますけれども、彼らは屠殺記念館と言って、そして教育において我々日本を本当に憎むような教育を行っています。お隣の大国ですから大切にすることはそれはある面では必要でしょう。しかし我々が大切にするんだったら、中国から見て隣国の大国の我々日本をもっともっと大切に考えてもらわなければ私はならないと思います。そういう意味でも反日というその写真なんかも真っ先に撤去をする、こういうことを国会議員として働きかけていかなければならないと思っておりますし、またお手元の本に
皆様方がそれぞれ心情を吐露しておりますから、一人でも多くの方に読んでいただいて、根本的な考え方を改めていただく、こういうことをしていかなければならないと思います。私、中国とはとは言いながらも、一方で中国は永遠の隣国でありますので、高校生との交換でいろいろやってまいりました。しかし日本人としての誇りを忘れないようにしながらきちっとやってきたわけでありますし、たまたま武蔵野市には田中生命さんというおっしゃる方がいらっしゃいまして、私も大変親しくしておりましたので、先生の書物もいくつか読まさせていただきました。そういう中で、これからも平沼先生がおっしゃったように、中国と日本は永遠の隣国として別に憎しみ合っていくわけではなく、お互いに敬意を払わなければいけないと思います。しかし敬意を払うということは、相手が間違ったことを言ったらそれをきちっと正すということが相手に対する最大の敬意ではなかろうかと存じます。中国は、この日本との、戦争、この戦争の話、しかし共産党の国と実は日本は戦争したわけではなかったと私は思うんですけれども、彼らにとりましては、自分たちの建国の正当性を伝えるためには、日本の帝国主義と戦ったんだと、で日本自分たちが中国を解放したんだという話にしないと、彼らはですね、国が成り立たない、これは本当に我々にとっては迷惑な話でありますけれども、しかし中国共産党にとりましてはですね、唯一自分たちの国を正当化することのできる、一つの論理なんでしょう。でそのことにつきまして、我々の立場としましてですね、当然事実でないことを国民に広げることはいかがなものかと、特に隣国の住人としてですね、抗議をするのはもちろんなんです。しかし私はその敵はですね、別に中国でも中国共産党でもないと思ってるんです。で本当に大事なのは、実は我々日本人自身が自分たちの国の歴史を知らない、そして自分たちの国をですね、堂々と子孫に伝えていく、そのことをはばかるような、そういう国にしてしまっていることが一番の敵であり問題ではないでしょうか。で我々政治家が一番しなくてはならないのは、まさにそういったですね、戦後のタブー、戦後のこういった誤てる歴史観にですね、そろそろ終止符を打って、本当のところ我々の国の歴史というのは一体どうだったのかと、子孫たちに我々の先人は恥ずべき行為をした、そういう国だという形で伝えるべき歴史だったのか、いやそうじゃないと、世界の大きな歴史の中でいろんなことはあってもですね、我々は我々の子孫に対してですね、決して恥じることはないしですね、また反省すべきところがあったら、それは率直に議論して反省すべきところがあったら、それはそれで議論すればいいんです。しかし議論も歴史を振り返ることも伝えることも封殺するというのは絶対あってはならないと思うわけであります。そういう意味で、今一万の国難はまさに我々日本人自身が自分たちの国の歴史について真正面から話すことができない、いや話そうとすれば、そして我々がこういうことを発表するしようとすればですね、その言論を封殺しようとする一部のマスコミであり、一部の知識人、そういう誤てる勢力がこの国にいるということではないでしょうか。